福岡市立大名小学校は、福岡県福岡市中央区大名2丁目にあった公立小学校。福岡市内では最古の小学校のうちの一つだったが、郊外への人口流出や少子化等による児童数減少から2014年3月に並行し、近隣の小中学校と統合され新たな市立の小、中連携校として再出発することになった。 福岡市の繁華街である天神の西側にあるため、再開発構想、天神ビッグバンの一環として、福岡市が跡地活用を事業者を公募。2018年3月に優先交渉権者を決める予定である。2015年1月29日に、旧大名小学校跡地町づくり構想検討委員会の第1回目の会合が開かれ、跡地利用の検討を始めていた。 abcd サイトをたけし、有楽町、母校の並行、毎日新聞旧大名小学校跡地活用の事業者公募の実施について、福岡市ホームページ下智博、下丸ともひろ、旧大名小は土地、構想権討位、15年度の早期に活用方針まとめ。 毎日新聞 https コロンスラッシュスラッシュ天神ドット .keizai.biz ドッスラッシュヘッドラインスラッシュ3128スラッシュありがとうございます。